カイコ深夜便、こんばんは、ナビゲーターの酒井です。本日はおいしんぼについてお話ししていきたいと思います。はい、おいしんぼ、うん、漫画のね、うんうん、あれ最近、うん、YouTube で、うん、なんかちょっとずつアップされていくっていうのをなんか誰かがやり始めたんですよ。あ、公式で。何を、漫画を、アニメ。あ、アニメ、はい、あ、やってた、はい、アニメを、うんうん、まあそのネットフリックまあ、うん、アマゾンプライムとかで全話上がってるんですけど、うん、それとは別に YouTube で1週間に1話ずつみたいな、うん、で上げていってるんですけど、うんうんうん、で、まあ、おいしんぼって漫画すごい数あるんですけど、うん、まあ、アニメは、まあ、アニメも長くやってたんですけど、うん、アニメも人気があるんですよね。で、まあ、あれ一個一個、うん、あの30分ですごい型は決まってるんですけど、うん、よくその展開持っていってそれを必ず料理絡みで解決するなみたいな、うん、まあ、すごいよくできてるんですよ、うん、話が、うん、もう何回見ても面白くて、うん、あ、アニメがね、そう、うんうん、アニメがなぜいいかっていうと、うん、声優がめちゃくちゃ豪華なんですよ。へえ、まあ、アニメって正直もう声優で、うん、声優がすごい重要で、うんうん、結局演技がうまいってことじゃないですか、まあね、声優がいいってことは、ね、うんうん、であれ80年代ぐらいの、うん、にできた漫画で、うん、アニメもその頃に始まってるんで、うんうんうん、まあ、この感じだと井川さん読んだことも見たこともないって感じ。いやいや、僕ね漫画は見たことある。漫画見たことある、うん、ちっちゃい頃。そうですよね、うん、まあ、僕らの世代で中学生ぐらい、うん、漫画おいしんぼ読んだことない人いないですよね。いない、うん、で、まあ、なんでこの話するかっていろんなことがこう混じってるんですけど、うん、まあ、井川さんがよく話すことっておいしんぼっぽいんですよ。あ、そう。おいしんぼって、うんうんうん、要は80年代って、うん、もうとにかく、うん、そのなんていうか大量生産大量消費の問題を継承するような流れがあった。そう、そりゃそうだよ。世の中がもうどんどんそういう風になってきた頃だから、う、うんうん、で、あった醤油とかはこれは醤油じゃないって。そうだから美味しいもって山岡が言うみたいな。そう、美味しいもで、うん、で低温殺菌とか、うん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 、そういう牛乳ね、うんうん、とか話し飼いのブロイヤーと、うんうん、そのこれはビールじゃない、そう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 、ドライビールはビールじゃないとかね。そう、そういうのが知ってる、うん、そう、そういうのを、うん、そうね、おいしんぼで知った人もいっぱいいるし、うんうん、なるほど、うん、でそれ似てるなっていう話もあるんですけど、じゃあそれ漫画もそうだけど、うんうん、アニメって、うん、最近なんか YouTube で上がってるのを見て、 YouTube でこのイカヒコ深夜便でもなんで YouTube に上げてるかっていうのでコメントが入るからっていうのあるじゃないですか。でその YouTube もコメントできるんで、書いてるコメントがすごい面白いっていうか、アニメーターとかがよく書き込んでるんですよ。で、おいしんぼのその要はこの回というかその、うん、か上がってるアップのところのここのシーンのこの、うん、背景とこの書き方はすごいとか、うんうん、あ、そんなマニアックなこと書いてあるの？そう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 、だから電車に乗って4人が会話してるところの電車の揺れと、うん、で夜のね、うんうんうん、帰り道で電車4人乗って話してるんですよ。その電車の揺れと揺れに合わせてキャラクターが動くのと、うん、あと夜なんでシュンってなるよね。そうで、うん、後ろの映ってるじゃないですか、うん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 、それと、うん、その光を全部ちゃんと描いてるとかっていうのとかが書き込まれてたり、でつまりその、まあ、80年代のお金があったのっていうのもあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、それよくできてると、そう、すごいこの30分の毎週30分このクオリティで、うんうんうん、作ってたのかみたいなことがアニメーターの人が書いてるわけ、ね、そう、かい、アニメーターとかアニメにすごく詳しい人が書き込んでて、もうどこもどこもすごいみたいになってて、で話の内容ももともとすごいですよ。だってじゃあ
ジャーナリスリズムだよね。そうなんですよ、うん、だからまあ新聞社の話なんですよ、うんうんうん、東西新聞っていう新聞社に勤めてる山岡志郎っていうやつが、うんうん、で究極のメニューとかっていうのを作るために、うんうん、だってじゃあ明日じゃあ、うん、伊勢に行きましょうとか、そのねアワビのためだけに行くみたいなね、そうだね、もうそのな話の中身の金の使い方もすごいんですけど、うん、確かに。そうだしすごくだから地方創生っていうかね、はい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 、地域にもうちょっと地産地消も向けようっていうようなのもあるし、そうそう、ね、うん、伊勢早湾とかそういう自治ネタも入ってたりね、そうそうそう、するからね。あと本物とは何かとか、本物とは何か、うん、何かとかで、だからってその高級なものばっかりを扱うんじゃなくて、庶民のね B 級グルメも、そう、そういうものの、そのあと人情と、そう、人情と、そう人情と、うん、でさらにそのね、ちょっとテーマとか話もそうなのに、そのアニメの制作のクオリティがそんな高いっていうのは今回初めて知ったんですよ、うんうん、ああなるほど、へえ。だからその中身の話のクオリティとか扱うもののに合わせて、そのアニメ作品自体もそういう作り方を、気概を持って作っているんだと。そう、だからそれは確かにそうだよね。おしんぼがそんなこと言ってるのにアニメが手抜いてたらね。そうそういう風なことを、やっぱり気概が伝わってるんだ。そう、これすごい豆彦っぽいと思って。なるほどね。そう話といい、話のテーマといい、その立てつけっていうかね、よくできてる上にその魂がこもってるっていう、この前の竹子シーズムみたいなね、あ、そうそう、マメクルで話してた竹子シーズム、あれを見る前に今度おみしんぼの話をしようと思った時に竹子シーズムが出てきて、あ、やばい、なんかこの後におみしんぼの話したらちょっと竹子シーズムに影響されたって話してるみたいと言われそうだなって思われそうだなと思ったんですけど、いや全然、その前に、なるほどね、そう、あで、イズムって大事だっていうふうに言ってたじゃないですか、僕はイズムっていう表現よりもうすでにその豆彦がの大事にしてるものの中に書いてある美意識ってやつあるじゃないですか、まああれだと思うんですよね、まあその豆彦流にイズムを言うと美意識って、美意識って結構人によって違うじゃないですか、これをどう思うかって、その何を美しいと思うか何を嫌だと思うかって、美意識だと思うんで、その美意識と、まあ、美意識、まあ、美意識って、まあ、多分イズムでいいのか、まあ、でも美意識っていう言葉によく、ね、分かるよ、美意識とイズムっていうちょっとニュアンス違うけどね、美意識、そうね、似てる。だから何を足して何をまあ、だからよく言う何をやらないかだよね、何をやらないか、まあ、イズムっていうと、まあ、同じなんですけど、結局豆彦とかさっきの、おいしんぼのアニメ作品って最終的に形にして 見せるものにしてるじゃないですか、だからまあ美意識っていう方が合ってるかなと思うんですよ、その概念じゃないか、概念じゃない、最終的にそう思ったことをこういう形で提出してる時に手抜いてたらイズムは分かったけど全然反映されてないじゃんっていうのがこう細部まで行き届いてるっていうことが最終的な美意識の表れだと思うんで、だからその、ま、まあそれが、おいしんぼってを見てて、改めてね、豆彦のその美意識みたいなものをこう思ってたんですよ、でそこに竹子シーズムが出たんで、まあしょっちゅうやってる話題なんですけど ね、まあ、そうね、これ、なんかそのだから豆彦に来るお客さん、まあどういうふうに思ってるのかわからないよね、僕は、まあ、たまにツイッターみたいのでね、ほんとここ住みてーとかさ、なんかここの居心地の良さ、そのツイートいいですね、ツイート半端ないとか、まあ、その書いてあったりするのがあって、つまり居心地っていうかこの空間に対してなんか感じてる人がいるんだなと思って、いいなと思ったりもする、あ、よかったと思うことあるけど、例えばうちでじゃあね、初めてのお客さんに豆彦行ったら、じゃあどこ
どんなところがおすすめですかって言われたら、うん、俺は天の弱だから、じゃあ天井からぶら下がってるね、はい、照明の傘を見てください、はい、そこがどれだけ埃の塵一つ積もってないかを見ていただきたい、はい、これやっぱりいろんな店見るけど、もう傘は大体うっすらと埃かぶってるわけ。そうですね、うん、すぐ溜まりますからね。すぐ溜まるから、うん、それが溜まってないっていうことは、うん、溜まんないんですかじゃないんだよ、はい、溜まってるようなことを感じさせない前に拭いてるわけよね、はいはいはい、これを四六時中やってるってことじゃない、うん、で今までのお店やってた中でその傘が拭けないスタッフっていうのもいるわけ。うん、なんでですか。あ、気づかない。気づかない、はい、でその時にもうしょっちゅう言うわけよ、こうまた汚れてる、また汚れてる、はい、また汚れてる、まあもう小じゅうとだ、はい、でもそういうスタッフはやっぱやめちゃうから、うん、結局その傘が拭けるスタッフが残る、はい、もしくはその傘が拭いてるスタッフを見て、うん、自分から拭けるスタッフが残る、うん、ってことだよね、はい、でこれがまあさっき言う美意識の共有なんであって、はい、からルールになってないわけよ、うん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 、美意識を共有するっていうことがやっぱりとてもまあ大事だなと僕は思うんですよ、はい、それでその例えばそのギリシャと、うん、まあローマの話があって、世の中をルールで束ねようと思っているのがローマ、はい、うん、哲学で束ねようと思っているのがギリシャだ、なるほど、っていうのを見た時に、でその日本は多分そういう意味では道徳だと思う。道徳で束ねる、うん、道徳で束ねる、うん、だけどそれが多分そのまあ誰のせい、まあ世の中的にグローバル化が進むっていうことによって、うん、ルールと道徳ではなく全てルールなんだっていうことに置き換わっていて、うんうんうん、多分そのおいしんぼもルールではないね、道徳なのかそのなんとなく人情とか、うんうんうん、そういうものでそのルールなんかではない何かが、うんうん、そっちの方が大事なんだっていうメッセージがあると思うんだけど、はいはい、それはもう僕も本当にそうで、この美意識ってのはルールでは束ねられないんだよね、はい、だからそういうようなものをみんな持ってるはずだろって思ってやっていて、うんうんうん、でもなんて言うんだろう、おいしんぼに、世の中はおいしんぼとは逆の方向に進んでるんじゃない。そうなんですよね、うんうん、憂いてると思うんですよね。そうだからこれ は、うん、本当に僕あのカリアさんって、はい、刈谷哲さんっていうのかな、はい、原作者の人と、うん、岸朝子の対談本って持ってるんですよ。おいしんぼで伝えたかったことみたいなことを対談してるの、はい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 、本になってて、でもそれまあほとんど何書いてるのか忘れちゃったけど、うん、まあやっぱりまあ刈谷さんがすごくそのジャーナリストにね、こうなんかね、やっぱりこういうものは漫画としてもこういうものはちゃんと伝えなくちゃいけないというつもりでやってるっていうのがよく分かったんだけど、そのやっぱり世の中全体の中で何か大事なものが失われているっていうのはもう1980年代の頃からあったわけだよね、はい、うん、でそれが2020年になった今も、うん、今もうすっからかんになくなっちゃったっていう感じじゃない、はい、うん、でこれはその割と ここのとこよく言ってることなんだけど、はい、僕はずっとこれは行き過ぎた資本主義だっていうふうに思っていたし、はい、行き過ぎた資本主義の結果こうなっちゃったっていうことを思っていたわけ、はい、だけどそれは最近誤解だと思ったわけよ、うん、それは誤解だったなっていうのは、行き過ぎた資本主義っていうのを、だから資本主義をセーブすれば、はい、まあもうちょっといい時代になるんじゃないかなって思ったんだよね、はい、多分北の国からとかもそういう行き過ぎた資本主義に対する警鐘を鳴らすみたいな、
でそのまあおいしいももそうかもしれない、はい、でもこういうものが、まあ、もうトトロもそうかもしれない、はい、こういうものが散々あったのにもかかわらず、そうっすよね、なんでそっちの方に行かないのかっていうところがすごく僕の中の歯がゆさだったわけ、うんうん、でも僕はここのところその考えを、まあ、この2020年になって改めちゃったわけ、はい、これはもう僕が間違ってるかもしれないし、それはまあ確かめようがないことなんだけど、はい、それはあ、こんなにも共産主義っていうのが生き残ってたんだっていうのが僕の考えになるわけ最近。悪い意味の？悪い意味で、うん、共産主義っていうのはだから僕は1980年代の後半に、うん、まあそれソビエトが崩壊して、はい、その後、なんだあのベルリンの、はい、まあ東西ドイツのね東西が、うん、ドイツが統一したとかっていうようなことで、はい、共産主義っていうのはまあやっぱりみんな働かなくなってサボっちゃうから、うん、もう結局はまあなくなっちゃって、はい、まあ資本主義がだけが生き残ったんだと、で、はい、中国もそういう風な流れで資本主義になったんだっていう風に思ってたの、うん、だから共産主義っていうのはこの世の中からもうなくなったんだ、はい、あれは人間としてはやっぱりうまくいかなかったんだ、ちゃんちゃんで終わると思ってたんだよね、うん、でも今回のコロナのことで、はい、こんなにも日本の中に共産主義っていうのが知らないうちにはびこってたのか、うんうん、はい、っていうのがもう僕の中の全てなんですよ、うんうんうん、でそれは行き過ぎた資本主義っていうんではないよね、だって資本主義をもし行き過ぎたんだとしたら、はい、もっとこんなとっととマスクなんかしないで、うん、もっと経営、うん、仕事しようぜ、うん、もっとみんなで遊ぼうぜっていう風なことをするはずじゃない、うんうん、はい、それが要は全体主義も含めて管理社会になっている、もうずっとこのまあ監視カメラがいっぱいあるっていうようなこともそうだし、うんうんうん、そういう意味で言ったらね、はい、そのまあ僕の中にある、はい、その例えばお店をやってた時に、うん、まあスタッフとの軋轢って いっぱいあるわけよ、うん、だからまあその一番いいのはそのもっと給料上げろとか、はい、もっと休みを増やせとかって、はい、僕はだからその最初の10年はそれに戦ってたようなもんだね、給料を上げろとか休みを増やせって、うん、だからつまり労働者との戦い、はいはいはい、でもちろんそれはそのためにいろんなことは手尽くしたよ、はい、じゃあ週休2日じゃ足りないから月何日休もうとか、うん、どうこうこうこう、でもその時にまあ結局結果として今はもうそういうことは一切心配しもしなくなっちゃったのは、はい、残った人だけが残ってやってるからなんだけど、はいはい、どういうことかっていうと、そのまあ何そのまあだから特に何年か前だったらブラックって騒がれた、はいはい、ああいうのも言ってみれば共産主義だよね、うん、俺に言わせれば、その労働者の、権利を守るんだとか、もうちょっとその弱者を助けるんだっていうような形でまあなってるよね、休みを増やすんだ、一見すごくいいんだけど、はい、でうちのお店のスタッフなんかでもそういうことを主張する人いっぱいいたよ、はい、だけどその子たちがじゃあ休みを増やしたり、うん、何かそういうようなことを整えた時に危機として働いたかって言ったらまるで逆なんだよね、でこれの違和感っていうのはずっとあったわけ、はい、これは行き過ぎた資本主義っていうこととはまた別、うん、だからそれはもう僕はここずっとそれは教育、日本の教育が悪いのかな、うん、教育なのかなと思っていて、うん、自分 のそれこそ竹越イズムもそうだし、はい、おいしんぼもそうだけど、基本的にみんな危機として働くもの、うんうんうん、働けない人がいたとしてもそれはみんなででもやろうぜっていうことが前提であって、はいはい、なんとかしてサボろうとか、うんうんうん、なんとかしてそのまあサボってるけどもらえるものはもらっとこうとかっていう発想って、はい、なかったと思うんだよね、もともとね、もともと、うんうん、それが僕はずっとお店をやりながら働かないでももらえるものはもらいたい、うんうんうん、危機として働くなんていうのはもうそれ社畜ですか、はい、とかっていうような概念っていうか、はい、そういうものがはびこって、うん、でそれでじゃあね、大手の方でバイトした方がいい、じゃあスタバでバイトした方がいいとかって、はい、僕もスタバはだからすごい行き先に行ってる資本主義だと思っていたけど、はい、スタバのメニューの画一化、はい、コンビニの画一化、は
まあ、ユニクロの画一化っていう、うんうん、これってただの共産主義じゃん、うん、そうですよね、うん、って思って、で今年、まあ、とにかくそんな経済よりも命をっていうような形で、うんうんうん、とにかくまあ店に誰も来ないみたいなことが続いた時に、はいはいはい、ああこれはもう完全な共産主義になっていて、なるほど、この共産主義に対して警戒していたことは全くなかったから、行き過ぎた資本主義に対して、確かに、うん、なんだけど僕らがとてもやりにくくなってるのは、うん、基本的なその共産主義で、共産主義の人たちっていうのは弱者に優しくしようとか、うん、まあ環境問題をとても環境に対してすごくそのまあ何分別はした方がいいとか、まあ正論だよね、うん、なんだけどそういうことを言ってる人たちのほとんどがろくに働かないで、まあ、権利だけは言うみたいなことっていうのは、こんなに進んだのってもう本当にこの20年30年じゃないの。だから前提として人は働かないんだみたいなことが今前提論になっちゃってるから、どうやって就業規則で働かせよう、モチベーションを上げさせましょう、っていうような話ばっかりじゃない。でこれは本当にさっき僕おいしんぼで思い出したんだけど、そんなことはおいしんぼに書かれてないわけ。そうですよね、うん、むしろ行き過ぎた資本主義、うん、まあ、結果じゃないですか、うん、その大量すごい頑張った結果、うん、間違った頑張ったになっておかしくなったんで、うん、元に、そう、元はこうだったんですよっていう、でじゃあその元に戻しましょうっていうのが、例えばじゃあおいしんぼだったら、うん、そのまあ、高度経済成長の前、うんうん、まあ、大正なのか、うん、まあ、昭和初期なのか、うん、まあ、北の国からだったら、まあ、開拓の頃っていうことだと思うんだけど、僕はもうその2つが間違ってたんだっていう結論に今年なっちゃって、うんうん、はいはい、というのはだから戦時中昭和のまあまあ、つまり僕らの親は団塊の世代だから戦争を知らない世代で、高度経済成長で、なんなら今の50代っていうのはバブル世代だから、この人たちとはそもそも話が合わなくて当然だと思うわけね。高度経済成長の人たちとも話合わなくて当然で、僕らがちょっと尊敬していたおじいさんたち、この人たちっていうのはまあ言ってみれば戦中派だから、戦中経験者だから、言ってみればもう戦争真っ只中に生きてるわけよね、はいはい、それを考えると明治以降、これ昨日のマミクルでも言ったんだけど、明治以降、はい、日清戦争、日露戦争、まあ、第一次大戦、二次大戦含めてずっと結局日本が景気が良かったよねって言ってるのって、どっかの国の戦争の景気を、まあ、の恩恵を受けてるっていう形で言えば、はい、結局まあ、いい時代って言ってるのは戦争で恩恵を受けていて、うん、ダメな時代っていうのは戦争でコテンパンにやられた時って話になっちゃう、うんうんうん、つまり戦争を介在しないでいいも悪いも言えてた時って本当に少ないと思うわけ、うん、まあ個人は別よ、はいはい、個別の生活はそれぞれあるだろうけど、でそう考えるとそのおいしん坊みたいに昔に戻ろうっていうのも間違っているし、うん、結局北の国からみたいに開拓時代にも、まあ、戻ろうとは言ってないけど、そういうものがいいって言ってるのはもう間違い、うん、やっぱり江戸後期ほうの、まあ、言ってみれば日本が鎖国してたような時の、はい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 、そういう時代のモラルっていうものに、はい、戻すべきだし、なるほど、でだからといってその時代の今のテクノロジーを無視してそこに戻るっていうんではなくて、はい、その時のモラル感、はい、だからもうちょっとその江戸後期のモラル感と今のテクノロジー、まあ、スマホも含めたインターネットも含めたそのテクノロジーを融合したものって実はまだ誰もやってないから、はいはい、僕らがやらなくちゃいけないのはその昔は良かったじゃなくて、江戸後期とスマホをどう組み合わせるかっていうことを若い子たちに提示すべきなんじゃないかって思ってるわけ。うん、なるほどね、うん、でそう考えるとこのラジオでやってることも全部合点がいくわけよ、はい、やっぱりこの話をずっと今までの概念で言うと、まあやっぱり何昔に戻った方がいい、昔はもうちょっとセブンイレブンももう早く閉めちゃったしっていう話しても、
結局じゃあ高度経済成長の時に戻った方がいいってことになれば、日本はどっかの国そのまあ自分たちの町そのものづくりみたいなところに戻すって言ったって、はい、実際それは難しいっていうか、そこに戻す必要って、そこでガタガタになったことっていっぱいあるよね、うんうん、その一番は地方だと思うわけね、うんうんうん、地方なんていうのはもう結局今イオンモールしかないよって言ってるのは、はい、全部その時にみんな東京に出てきちゃったからね、はいはい、でそうなるとその時期に戻ったってしょうがないし、うん、じゃあその前って言ったらその戦争してたわけだから、はい、戦争の時期に戻してもしょうがない。つまり結局、まあ、全世界的にグローバル化っていうことでその植民地帝国主義っていうのがあって、ずっとどっかを植民地にしてどっかの国の何かを搾取したもので、まあ、潤ってたっていう時代がずっと来て、まあ、今もってもちろんそれが続いてるわけだけど、はい、むしろそういうものに今はスマホがあるからインターネットがあるから、はい、個人として降りればいいんじゃない、はい、そのルールに、はい、国として降りれるかどうかは分かんないよ。だけど個人として降りちゃえばいいと、うんうん、で地方に行ってそういう地方の中に自分たちの考えているようなものを作ればいいと、うん、でも今の地方は多分そういう高度経済成長の煽りを食らったガタガタで、はい、まあ、文化もないなんて言うとこれ聞いてる人は怒るかもしれないけど、まあ実際はそうだよね。イオンモールしかないとか、もう回転寿司しかないとか、うん、まあ、実際そうです、うん、地方に行ってもちろん自然や何かはとてもいいと思う。だけど、まあ、助成金も含めてその、まあ、ジャブジャブになっている中に、まあ、何もかもがなんかこうぐちゃっとしていて、うん、さっき言ったような美意識っていうものはあまり感じられない、はいはい、そうなったらこんなとこにいるよりは東京行った方がいいとか、まあ、都市に行った方がいいってことになっちゃうから、はい、やっぱりそういうものを僕はそういうところに新しい、江戸後期にあるような、まあ 江戸時代にあったようなモラルっていうものと、うんうんうん、今のテクノロジーっていうものを作った、うん、まあ、グローバル化とは別なものをもう一度作り直すっていうことがいいんじゃないかなっていうのがこの今年のコロナになってからなのよ、うん、なるほど、まあ、確かに江戸後期は、うんうん、江戸後期の話ばっかりしてるような気もしますね、うん、そうでしょ、うん、このラジオはね、うん、そうそう、だからなんかもちろん僕らは世代が近いからもうちょっと子供の頃って良かったよねって話になるんだけど、うん、そこの時に戻した方がいいってじゃあ自分たちの若い子たちに伝えて、いやそこじゃねえだろとも思うわけ、うん、だって僕もそうだし、まあ、お前もそうかもしれんけど、まあ団地育ちっていうか、うんうん、いやベッドタウンっていうものがあって、はいはいはい、まあ、僕らなら東京近郊のベッドタウンにいて、もちろんそういうのはその時はそれで良かったよ、近くに空き地もいっぱいあったし、はいはい、だけどそれって結局もっと広い点で見たらサスティナブルではないわけじゃない、はいはい、山切り崩して造成してそこに宅地作って、だから今もって地方だってそこの空き家がもう山ほどあって、はい、なのにまだ新築山造成して新築作ろうって言ってんだから、うん、まあ、アホじゃねえのって思っちゃうわけよね、うんうん、だからそう考えたらやっぱり江戸後期っていうか、まあのそういうまあ都市としての機能もありつつ、うんうん、そこにインターネットみたいなものがあるおかげで、なるほど、僕らは今こうやってラジオをね、伝えることができるし、まあ、YouTube も含めてあるし、うん、そういうのをどこかの人たちの江戸後期をその場所らしい風土っていうものを生かした街を僕は来年作りたいと思っていて、うん、でそれがもちろんそれだってそこの種を植えてから十何年かかると思うんだよ、うん、もっともっともちろんずっとかかることなんだけど、そういうのがあれば僕来年イカヒコ塾を北海道の札幌と名古屋と京都でやりたいと思ってるんだけど、はいはいはい、それは別に名古屋と京都とって都市でやりたいんじゃなくて、きっと名古屋の近郊にはその岐阜も含めてああいうところにそういうような場所、うん、まあ何でもいいから田舎だったらいいっていう話じゃなくて、そういう風土があるようなところにそういう気概を持ってるような人がいるはずだし、なるほど、京都にもいるっていうようなものが広がってっていけば、うんうん、それはむしろ豆彦が渋谷の真ん中でやっててイエイとかやってるよりもすごく有意義だと思っていて、来年はそれの元年にしたいっていうのが思いなんですよ、うん、ちょっと新しい話ですね。そう、新しい話、うん、だからそう考えるとやっぱり共産主義的なもの、社会主義的なもの、
その、まあ、弱者に優しいっていうような声はいいけれど、そこに意欲みたいなものを削いじゃう、うん、もしくはなんかそこにぶら下がってるような人を増やしちゃう、まあ、言ってみれば自立できないような人を増やす、うんうんうん、それは共産主義が、まあ、陥落して一番の原因じゃない、はい、だけどそれって今もって続いていて、うん、でそれは誰かが陰謀でね、中国共産党がそれを旗振ってるんだっていうふうに、そんなことは俺言う気はないよ、分からないから、はいはいはい、だけどみんなの中にやっぱりある、できれば楽して稼ぎたいとか、面倒くさいことは誰かがやってくれればそれでよくて、で自分のことは責められたくないから正論で、いや私はこの時間内で働いてるだけですから、で私にそういう権利があるみたいな話になってるのって、それってちょっと違わないっていう、ましてこんなにごっちゃになっちゃってるなら、今ねぐちゃっとなっちゃってるなら社会を、いやそんなものは誰、私の仕事だとかっていうことじゃなくて、意欲的に私がやりたいから動いてるんですっていう人たちでやっていくっていうのって、まさに江戸後期じゃない、はいはい、でそういうところの上に咲く文化っていうものに僕は憧れているし、うんうん、僕が今からやり直すとしたらそこじゃないのっていうのが今年生まれたビジョンだね、うんうんうん。